はい、どうもラウンズでございます。今日はフィッシングに唾飛んじゃったな。今日はねラウンズフィッシングでございます。はい、ということで今時刻がなんと3月19日13時11分でございます。はい、今から構えの方に行きたいと思います。そう、私は言うまずめの男。はい、ということでね、今から、釜屋に行きます。川野で餌を混ぜて、そこから、まあ、夕方半夜までやろうかなという予定でございます。場所は全く決まってないですね。行ってから、まあ、半夜のやりやすい場所とか、まあ、そんな感じで、行ってみたいと思います。ちなみに今日ね、五目チヌさんはおりません。なんかね、熊本の方に行ってんのかな？大会だったっけ？確かそんな、記憶でございます。はい、とりあえず、川の釣り群の方に、向かって行きます。まあね、高速は使わず、下道で、ドライブカーテラ、行ってきまーす。はい、いつもの川の釣り具でございます。今日はね、もう夕方の海なんで、沖網の生を2角、今1角350円かな。そして今日は釣りマンのチヌの前ホワイトとパーフェクトチヌ、そして釣り麦小ね 0.9 キロ、はい、これを混ぜて釣り場に行きたいと思います。どうもラウンズでございます。はい、ということでね、もう急遽もう釣りをしてるわけです。ぐるぐるね、回ってたら、まあいろんな人に会いまして、釣りをするのが、まあだいぶ遅れたって感じですね。だからもう今、時間が何時かな、釣り開始が15時ですね。非常に今竿を出したみたいな、なかなか釜に来てこんな人いないと思いますけど、ちょっととりあえずね、まあ、棚測ったりして、ちょっと藻が流れてきような、潮がちょっとね、やっぱ4時の干潮から変わったんでね、ちょっと藻が流れてきたりとちょっと釣りづらいですが、ちょっとね、この夕間詰めを、本当に夕間詰めを一発狙いたいと思います。何も当たらねえな。何も当たらねえです。餌取りもしない、特にないまま、18時1分でございます。潮はまあ、ゆっくり流れてる感じで、微妙にね、満ちてきているぐらいで、まあいいんですけど、何をしても餌取りすらいない。ここね、あんまり水深がそもそもないんで、ちょっと早いね。餌って、大体ね、ちょっとここら辺は餌取りがちょっと増えてきたぐらいの時がちょうどいいんだけど、まだ山桜もあんま見えないんで、ちょっと早かったかな。難しいですね。一向に当たりない。最初来た時だけは、ちょっと当たりがね、チョンみたいな感じであって、ちょっと餌取られたりはしたんだよね。すぐいなくなっちゃった。なんもいない。なんもいない。まあ、難しいな。まあ、さっきもう一回ね、棚を測り直して、やったんですけどね。
あ、難しい。構え難しいですね。おっしゃ、来たこれでかいっすよ。まあまあ50ぐらいはあるね。うお、まあ、50ないかな。ちょっとストリンガーはどこ、どうや、多分ね50ぐらいかな。はい、今年初めてのチヌでしたね。まあ50ちょうどぐらいかな、わかんないけど。いや、嬉しいっす。あ、はい、大丈夫、ピント合ってる。はい、ということで釣れましたね、1匹で。ちなみにその後1個バラしましたねあの、いや、メーターやったんで30あるなしぐらいの、30ちょっとあったかな。メーターやったんで、そのままこう盛り上げようとしたら、まあ、藻が絡まってたのもあるけど、そのまま外れました。その外れた影響がちょっと出るかどうかは心配ですけど、まあ釣れりゃいいっすよね。ただね、今さっきねメジャーでちょっと測ったんですけど、多分50ないっぽいっすよね。腹パンパンやったけど、いやー、どうかな、わかんないけど。はい、まあ竿はね、あ、今日タックル出なかった。タックルとか、これにバーって書きまーす。ね、もうね、今、何時かな？もう真っ暗っす。カメラが、あ、今、桁立ちあるわ。多分ね、今6時半ぐらいかな？ちょっと撮ってこようか。はい、18時43分ですね。ね、だから釣れたのが30分か35分のそんぐらい。なんかね、浮きが、こう入ってたんですよ。もしかして当たりじゃないのと思って待ってたら、ちょっとこう絞ったんですよね。で、そのままドンって合わせたらさっきのやつですね。中は超パンパンでしたけど、
まあ嬉しいです。今年1匹目ですからね。ということで、どんかな、まあ、あと1時間ぐらいかな、7時半過ぎぐらいまで、やって帰ろうかなと思います。はい、まあ、今日はとりあえず坊主逃れたんで、嬉しいだけです。いや嬉しいやないですかね。はい、ちょっとボケ出したな。いや暗いんですよこれね。カメラのレンズが明るいからこうやって周り明るく映ってるけど、多分6時45分ぐらいの周りの明るさ見たら分かるけど、めっちゃ暗い。だからピントがね回ってくれないんだよね。すげえ、このカメラ合うからすごいんだよ。はい、ということで、もうあと1時間前後頑張ります。ちょっと変な感じだな。そろそろね帰りたいと思います。で、時刻がですね19時44分でございますね。はい、まだやっております。これ後ろ見えるかな、ここら辺緑っぽいのあるでしょ、これ浮きです。まだやっておりました。間違いない、浮きです。こっから剣に、ミライトをつけてますけど、かなり明るいですね。多分50、煙だと50くらいの明るさが多分あると思いますね。あのミライトのちっちゃいやつなんだけどね。はい、ということで、まあ8時ぐらいには出たいなと思うんで、一応ね、ING に権利を持っていこうかなみたいな。多分ね、ちょっとメジャーをねさっき出して測ったんだけど、50どうかなっていうところです。とりあえず、片付けて、帰りたいと思います。はい、ということで片付け終わりましたんで、さっさと帰りましょう。片付けをしていたらやべ、8時9分ですね。はい、さっさと大分市内に帰りたいと思います。それでは、後ほど例のあれをブーンって言って聞こえるかな、権利をね持っていきたいと思います。センチあるかな、楽しみです。では帰ります。